手は双子ちゃんのしずとすずです。小さい子供だからといって舐めてかかっては怪我のもとです。ここで地震攻撃決まった。これは効果的だ。おっと甘えた。おっと攻撃力がダウン。あたやまだ余裕しゃくしゃく。あたや疲れを見せております。おっとよし、ここでノックアウト。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでブルーの登場だ。両者とも大健闘です。いった、急所に入った。あーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでレディアンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。さあ今度は狙い的中。あっと甘い香りだ。おっと回避率がダウン。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは、これは有効だ。さあここでまだまだ相手の能力を弱らせます。白熱したバトルが続いております。セミタックル、ヒット、いい感じです。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。岩田ジムのジムリーダー福士とのバトルです。襲いかかる虫タイプのポケモンを相手に挑戦者はどう戦うのでありましょうか。今両者戦闘態勢に入って激しい攻撃、よしヒット。さあ対するは効果は今一つのようです。さあ熱戦が続いております。この攻撃いい当たり。この攻撃、攻撃立ちつつ、さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。
ここでカイルスの登場だ。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで地球投げ、よし当たった。ここでノックアウト。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者激しく火花を散らしております。ここで一発ヒット、いい感じです。さあ今度は歩く一発。さあ激しいバトルです。指示が出揃って、ここで太鼓キネシス、よしヒット。これはどうだ、ある一撃。白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。さあこの場面で、あーっと麻痺してしまった。おっと麻痺直しの身で回復です。朝やまだ余裕しゃくしゃく、朝や疲れを見せております。激しい攻撃、おっとダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでストライクの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱いバトルが展開されております。いった、狙い的中。おっと凍っていて動けません。凍ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。ここで冷凍ビーム、これは有効だ。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。次はコガネジムのメンバーが相手です。相手の対戦者はミニスカートのユカです。さてここは次の攻撃に備えて力を蓄えます。この攻撃弱点をついた。おっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。
ここで大達の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。さあ、この場面で小さなダメージ、いった、大きなダメージ、あーっと一撃で倒れてしまった。さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでポリゴンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。鋭い攻撃、重いヒット、これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。